やでもこの勇気すごいよね。俺本当投手になるってすごいと思うよ。いや普通の党だったらまだわかるけどもう NHK 党の党首になるってさ、もういつ訴えられるか分かれへんしどうぞ。おっとっと拒否権はあったんですか。拒否権はありますよ。もちろんだってやってくれるって言ったら いいんですかって言うから、それだけの話よ。だって誰もやってくる人いないから、そんな正々党の特にこんなNHK 党なんてなかなか誰もいないんでね。だからもう僕は感謝しかないし、ただお金のことは僕はやりますって言ってるのが、それはやっぱり迷惑かけちゃいかんし、借りてる人に迷惑かけちゃいけないし、大津さんにそういうお金の負担をさせるのは違うと思ってるので、事務局長としてお金のことはやろうと思っているし、もうそれこそそんなお金の管理までやらせたらもう大変だから、で大津さんに報酬を払えという説がいっぱい飛んでるんだけど、報酬は払いません。ただカードは渡してます。されました。はい、カード私別にこれまでもケチてるわけじゃなくて、いちいち立てかの大変だから、ちゃんと NHK 党のカードは持ってるので活動費はどんどん使っていただいて、なぜ役員報酬渡しないかって言ったら、もうシンプルに、まあ、多分選挙当選するやろうから、多分ね、当選しなければちゃんと役員報酬を出そうとは思っています。昨日ね、そういえばね、神谷君が参政党のどっかのタウンミーティングで、立花さんはなんか1ヶ月役員報酬270万か300万ぐらいもらってますとかって言って、って会場沸いたらしいんで、ね、いや神谷君のがもらってるんやけどってで神谷君いくらもらってるって言ってましたって、いやそれ言ってませんでした。神谷君は350万ぐらいもらってるから、自分の方がたくさん年収、いや俺はなぜこんなにたくさん年収もらってるかって言ったら、シンプルに俺が参議院議員をしてたら300万ぐらいもらえるという前提で、個人としてお金をいっぱい借りてるわけ、党を立ち上げるまで。だから浜田君に確認して、浜田君にそのお金が行くけども、俺は個人としてのお金を弁済もしなきゃいけないから、党からお金をもらいますよ。そうしないと個人の弁済ができない。そもそも NHK から国民を守る党を立ち上げるにはどんなにお金を使っているんだと。だからそれで言ってるだけの話であって、参議院議員を辞める時の条件としてそうじゃないと俺は弁済できないから参議院議員を辞める、だから240万円の報酬をもらいますよっていうではっきり言ってるじゃん。でももうそこだけ切り取って、なんかあの人にめちゃくちゃ金もらってるとお前の方が持ってるやないかということなんですが、でもしだから、まあ、目黒のね、この後目黒の選挙に出る予定で落選したら、当選者そのまま当選知事するんですけど、まあ、そこで当選すればそれなりの報酬がもらえます。年収1200万あるの、まあ、プラス活動費は使っていただく、党の活動するのどんどんやってください。ただ報酬は副党首にも渡してないです。ちなみに党からの報酬をもらってるのは俺だけです。副党首にも幹事長にも渡していません。それは僕が参議院を辞める時の条件だったのでちゃんと出してます。はい、なんか質問ありますか。どうぞ。はい、立花さんのお嬢様に次に20万か、はい、それはそのまま継続、はい、それも継続してます。それはなぜかっていう理由を簡単に言うと、はい、それはもう明らかにしてる通りで、俺にもし何かトラブルがあった時にうちの娘に仕切ってもらわなきゃいけない、それだけです。あとは単純に節税よ。そこで娘に20万円行くことによって俺は娘にそれを渡してないから節税です。はっきり言ってもらう。